一人でドームを埋めた、羽生譲の単独アイスショー、ギフトのチケット完売が話題に、東京ドーム、ソールドアウトがトレンド入り、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月26日に東京ドームで行われる羽生譲の単独アイスショー、ギフトのチケットが完売したと公式ツイッターが発表した、フォト、 プロフィギュアスケーター、羽生ゆずの魅力が凝縮された単独アイスショー、プロローグ。昨年7月にプロフィギュアスケーターへの転向を表明したハブ。11月の横浜公演、12月の八戸公演、二都市5公演の単独アイスショー、プロローグも大盛況を収めている。そんな中で、ギフトの公式ツイッターが2月の東京ドーム公演のチケット完売を発表。本日の一般発売をもって、 全県種ソールドアウトいたしました。たくさんのお申し込みをいただき、本当にありがとうございました。なお、今後、追加席の販売などを行う際には、改めてご案内いたしますと記した。すると、ツイッターでは、東京ドーム、ソールドアウトなどがトレンド入りするほどの話題に、ファンからは、全県種ソールドアウトおめでとうございます。す、すお、東京ドームへで、一人でドームを埋めちゃいましたね。さすが羽生譲る選手。 素晴らしいですねなど、賞賛の声が SNS 上で寄せられている。スケーター史上初となる単独の東京ドーム公演に向けて、僕自身初めて言葉を綴って物語を作りました。その物語の中にあるプログラムたちが、皆様へのギフト、贈り物となって届きますよう、願いを込めて滑らせていただきますと決意を述べたハブ。果たしてどのようなギフトを届けてくれるだろうか。構成、ザ・ダイジェスト編集部。 羽生ュゆずるプロフィール、profile, 宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正ラマサオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。